今日午前、青葉区佐久波の川に車が転落し、男性一人が救助されましたが、その場で死亡が確認されました。現在、救助隊による救助活動が行われています。警察などによりますと、今日午前9時ごろ、青葉区佐久波の広瀬川に架かる成功大橋で、川に車が落ちているようだと通行人から警察に通報がありました。ヘリコプターからの映像では、橋からおよそ60メートルほど下の川の中に赤色の車が転落し、上下逆さまになっている様子がわかります。警察や消防が救助活動を行い、車内からは30代から40代とみられる男性1人が見つかりましたが、その場で死亡が確認されました。橋の手前にある柵の一部が壊れていたことから、警察は車が柵を突き破って川に転落したものとみて、事故の詳しい状況を調べています。